we go!おはようございます。朝です。おう、朝日が眩しい。よし、じゃあ今日は移動日なんで、まあ、まったりね、西に行きましょうか。はい、ということでトンネルの中なんですけども、ついに広島に到達しました。でですね、今朝9時なんですけど、ちょっとね、早起きしすぎたな。早く着いちゃった。お好み焼きを食べたくて、で11時からなんですよ。なのでちょっと仮眠してお好み焼き食って、で広島より西には行ったことないので、こっから初めてのね、山口県、それから九州入りと行ってみようと思います。さあ着いたぜ。どうだろう、朝から混んでんのかしら。広島まで来るとうちから約1000キロぐらいなんですよね。大阪で700キロ、広島1000キロ。これより西は行ったことがないっていうね。ジェイコさん、なんでそんな面白い食い方するんですか。上だけ取れた。いや、こいつはうまいぜ。美味しいね。うん、まっ。これお餅？もうかな？ね。お餅入ってんだ。ごちそうさまで、うまかった。さあ、ということでお好み焼き、すげえうまかった。秋高田焼き、あのね、有名な市長、最近東京知事選立候補した、秋高田市の秋高田焼き、餅入っててね、ちょっとパンチあるんですよね。うまかったです。はい、ということで今ね、この高速道路左の方にジャンクション行くと島並海道っていうことで、自分はですね、この島並
しなま、し、え、しま、しまなみ海道、あれ、しまなみ海道より西は行ったことないので、こっから先はね、もう全部初めてですよ。もうね、おっさんですけど、まだ日本に行ったことないとこがあるんですね。はい、なのでちょっとね、楽しみなんですけどね、山口県とか、あの、なんでしたっけ、山口と九州の間のところ、下関のところ、一般道はトンネルだけど高速は橋の上なんですよね、確か。うん、確かそうだったはず。どんな感じなのか非常に楽しみです。さあ、ということで、ひたすらですね、西へ西へと進みまして、ついに下関までやってまいりました。今から橋渡って九州入りするわけなんですけど、もうずっと高速がですね、もう山の中しか走ってないんですよ。だからほぼ景色も何も見えず、うん、たまにちょっとこう街がね、こう谷の隙間から見えたりはしたんですけど、山口がどんなところなのかもよくわからないままに、下関に着くといった感じですね。さあ、まあ、あのこっちはねちょっと山あるんですけど、向こうは何も山ないから、向こう海なのかな、あっち、あっち。さあ、やってまいりました、関門橋。普通にいきなり橋あるだけなんだなんかただの橋なんだ。はい、今山口の先っちょから、九州に上陸する橋ですね。一般道だと下で海の中でトンネルなんですよね。おお、すげえすげえ、こんなになってんだ、面白い。さあ、北九州市ですよ、福岡県。人生初九州ですね。おお、なんかちょっとワクワク。さあ、九州上陸、上陸した？したのかしら？したんだな、上陸！さあ、九州の皆さん元気ですか？はい、ということで、第1話の時に言ったんですけど、まあ、今回は弾丸ツアーになります。なので、まあ、主な目的地は、ラジコンのドリフトのね、まあ、メーカーというかサーキット、熊本なんですよ。熊本のDライクというところに行くのが、まあ、メインの目的なんですけど、まあ、もちろんね、せっかく九州来ましたので、いろいろ見て回りたいと。で、最初は九州も一周する予定で組んだんですけど、四国も一周、九州も一周みたいなね、時間がかかりすぎて、とりあえず今回は弾丸ということで、まあちょっと通り道、若干寄り道しながらぐらいの予定なので、一応福岡、佐賀、長崎、熊本、大分の上九州の上半分というかに絞ってちょっとね回ってみようかなといった感じです。で、一番最初は、福岡なんですけど、福岡もね、福岡だけでいろいろ回りたいわけですよ。なんですけどね、全然回れないんで、とりあえず、思うまい店で見たあのスーパーで、もう今日はこれ着く頃には車中泊地が長崎の予定なんですよ。着く頃にはもう夜なので、福岡でスーパーで買い物をして、でお風呂入って、で、まあ、佐賀はちょっとね通り過ぎるだけになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、長崎に向かいますと。はい、さて、やってまいりました、太宰府名前がかっこいい。で、太宰府出口からの
出るんではないんだ。都市高速とな。さて都市高速を降ります。やっとこれで福岡の下道に出れるぞ。600m先左です。すげえ大都会。半端ねえな、混んでんな。ちょうど時間帯的にこう帰宅ラッシュみたいな時間帯なんですかね。この先本線へ合流します。いや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 、なんかもう普通に東京みたいですよ。300m先左です。さすが福岡。ここどっちなんだろう。はい、ということでですね、やはり夕方に行っちゃうとね、もう何にも残ってない。ただテレビで紹介されましたみたいな、別の番組で紹介されたおにぎりとかちょっとした惣菜とかはあったので買ってきました。あとね、入り口付近でがっつり焼き鳥やってるんですよ。匂いにつられて焼き鳥少々っていう感じで、いやーお目当てのやつは一つもなかったですね。まあしょうがないですね。はい、っていうかね、もうね疲れちゃってお腹もあんま空いてないみたいなね、そんな感じなので、とりあえず、次お風呂行こうと思います。でお風呂入ってから車中泊するとこまで移動ですね。え、2番だっけ。2番さんだよね。何、道路を戦車が走ってんの？大砲ついてたよ。いや本当にあの関東には家族風呂っていうのがないので、ないよね多分ね。実はあんのかな、いや分かんないんですが、なんか前にね YouTube かなんかで見たんですよ。家族風呂っていうのはああいう個室になっててお風呂があって、あんなのいっぱい作るといいのになと思ったんですけど、どうなんですかね。やっぱいいですよ、あの一番風呂だし、はい、しかも天然温泉って書いてあってすげえ気持ちよかった。で出てきたら戦車ですよ戦車道はみ出してねえか。なんかねウインカー出すたびに上に乗ってる2人がね映ってっかな、確認してんすよキョロキョロと。大砲ってはい、そんな感じで、で、今からですね、長崎の方に向かおうと思います。さあ、佐賀県を走行中です。今回佐賀県は残念ながらちょっと通り過ぎるだけになっちゃいました。本当はね佐賀も行きたいところ何か所かあったんですけど、まあちょっとね弾丸ツアーなもんで、また次回九州一周っていうね、企画でまた来ようと思います。しかし道悪いんだよなここ。
スはね、これオーリンズにしてもタイヤがやっぱバンタイヤだからね、どうしてもゴツンゴツン来るんですよね。いやー疲れたなー。 700m 先、目的地です。はい、ということで、もう間もなく夜10時になろうかというところなんですけど、ちょっとね、走りすぎた。佐世保です。佐世保の道の駅佐世ボックス99ってなんだろうっていうね感じなんですけど、ここの道の駅で 300m 先、目的地です。車中泊しようかなと。本当はねちょっと違うところにしようと思ったんですけど、やっぱり道の駅いいなと思って、で明日の朝はここスタートでちょっとね走ってまた戻ってきてみたいな。ここか、ここですか、ここですね。パトカー来ましたね。はい、ということですげー混んでるはい、ここで、車中泊しましょう。でその戻ってきたらちょっとここで食べたいものもあるなみたいなね。よし、じゃあ止めちゃいましょうか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、昨日の夜3時間ぐらいしか寝れなくて、で兵庫から佐世保まで走り抜きました。今日はビール飲んでよく寝れそうだな。なんかバイク来たな、うせえな。はい、じゃあこんな時間に、まあいいや。お疲れ様です。お疲れ様でした。かあ、やっぱりプレミアムモルツはうめえ。でちょっとさっきね、つまみにね、セブンに寄った時に、このね、タカとブロッコリーのバジルサラダ、これね、最高なんですよね。さあ、じゃあですね、ちょっとつまみながらなんですけど、初めて九州上陸しまして、本当はね、さっきも言ったんですけど、佐賀もそうだし、あとはこの佐世保というか、あの長崎市の方も行きたかったんですけど、長崎市の方って湾になってて、その向こうなんですよね。だから一回行っちゃうと、もう戻ってくときかなりの距離戻んなきゃなんないみたいなねのもあって、佐世保までと今回はしました。いただきます。うまっ。で、あの長崎市まで行かなくても、佐世保バーガーなり、ちゃんぽんなり、皿うどんなり、全部佐世保でなんとかなるということでね、長崎県をちょっと堪能しようと思います。でね、もう疲れちゃって、今回はね料理なしで、あのみんな出来合いのもので済ましちゃいます。いやー、料理作るのはジェイコさんなんですが、あの撮影したりするのが疲れちゃったまあ時間も時間だしね。で、明日はその長崎系を堪能した後に大分の方までまたこれ反対側ですけど、大分の方まで行こうと思います。もうダメだ、疲れちゃって、なんか喋ってるのも何喋ってるのかよく分かんなくなってきました。あ、ジェイコさんも食べなよこれ。あ、うまいよねこれね。大凶バリューですよ。あのね、まずこれ300円の飛び出し注意危険なおにぎりっていう、このくるくるとしたやつ、それとまあまあ普通のね、普通のおにぎりを買ってきたんですけど、あのね、いや、おにぎり、まずおにぎりなんですけど、こういうのとかこういうのを想像してたんですよ、期待してたんですよ。一個もなくて、やっぱりね、多分すぐ売り切れちゃうんでしょうね。で、まあちょっとこれがね、これだけあったんで、なんか飛び出すやつ、はい。あとラインナップがちょっとおかしいんですけど、角煮ありましたんで、角煮買ってみました。これね、ゆで卵付きですよ。この中もうずらの卵かなんか入ってるんだよね。
はい、であと、かしわおにぎり、かしわ鶏肉ですね。これジェイコさんのおにぎり。おこわなのこれ。博多一番鶏仕様だって。よくわかんないけど。最後に、なんでかんで結構豪華版だぜ。これ、店頭で焼いてた焼き鳥。これがもうすんげえ匂いしてて。え、何これ。それイカ。イカ？イカ？イカ？超うまそうじゃんこれ、うん、ちょっとじゃあイカいただいちゃいましょう。イカをいただきます。うわイカな、やべ、香ばしい香りがイカにこうついてて、これうまいよ。はいはい、鶏よりうめんじゃねえのこれ。うまいね。いいよ、イカおいしい。うん、イカうまい。イカの焼き鳥っていうか初めて食ったな。やっぱこの煙のこのいぶられた感じがいいよね。ねえ、ビール、またビールに合うな。うん、うん、うまい、うん、このネギの焦げがうまい。結局なんかほぼ食い道楽旅になってるよね。うずら巻き。何？あ、本当だ、豚で巻いたのこれ。わかんないよ。え、これ面白いね。卵ばっかりじゃん。うん、うん、うまいうまい。一体このおにぎりが何なんだという声が聞こえてきそうなので、ちょっとね、割ってみましょうか。そうかも。じゃあ、いただきまーす。うわぁ、すげぇ、卵が半熟っていうか、もうほら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 。なるほど、飛び出し注意ってそういうことか。うまっ。はい、ということで、これめっちゃうまい。これ買ってよかった。もう一個買えばよかった。なんかね、ごま油で韓国海苔風で、ジェイコさん曰くキンパじゃないやつみたいって言ってました。はい、ごちそうさまでした。これだけ食べれなかったんで、残りました。ジェイコさん、よろしくお願いします。はい、じゃあ、ちょっと歯磨いて寝床作ろうか。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。